押し寄せる時代、俺たちは抗う。全ての城か、足場の連中を追い払うぜ。わらを味方かうのじゃ。父上の志を繋ぐために。こんな大軍相手にバッティング。死んだまりなら付き合ってられないわ。 物勢など取るに足らん。物量で圧倒し敵の戦意をくじけ。 光秀はまた秀吉に討たれた。そして今時代の波にこの四国をも飲もうとしている。だが俺は抗い続ける。誠実に。 助けるんだな。黙ってって言ったわね。じゃあおとなしく見物してるか。あがいても無駄なのだよ。敵は少数だ。一気に押し潰せ。船を落とし敵の増援を阻め。 見せてあげる。
砦を落として敵の進軍を阻め。おねれ様も見てっし。 その反骨を魂に。 感銘を受けたのか。どちらでもいい。己の力で運命をねじ伏せてみる。激しく。 奪還は反撃の序章に過ぎる。一気に巻き返してやれ。これじゃ奪い返された。
ことが。Hiketa城。食い止める間に撤退しろ。逃げ帰れと、そのようなことできるわけがあるまい。流れに逆らっても勝ち取りというなら、敵総大将を撃つほか手立てはあるまい。開門。って言うの？師匠、実は温めていた作戦があるのじゃ。こう片目をつむるとこの子はドキッとして。あのさ、両目つぶっちゃってるから。
この兵力差で負けるなど。アム、羽柴を吹っ飛ばしたのじゃ。これも師匠のおかげじゃ。頑張ったわね、わらわちゃん。